どうも、バカッターポリス交番勤務の PDR さんです。最近バカッターの通報が多くてなかなか休めない。またでもバカッター刑事になるにはここを頑張るしかないんだ。バカッター刑事楽しそう。相棒じゃなくて、怪我したらどうするんだ。でもやっぱ楽しそうだな。いやー、いつもこういうの見て思うんですけど、 PDR さんが10代の頃に SNS がなくてよかった。相棒も10代の頃こんなことしてたの？いや、なんで少し考えてから答えたの？さあ次行きましょう。何やってんお前。時給の安いバイト。え、何やってんお前。うわ、ファミマの野菜スティックじゃん。あれめっちゃうめんだよな。え相棒。うん、それが自分で買ったやつか廃棄だということを願ってます。そうじゃない場合はご愁傷様です。いや、それはないでしょう。いや、嘘だろ。え、いや、あの状態でトラックを走らせて大丈夫だと思った運転手さん、あなたは今年のバカの王に決定しました。おめでとうございます。え、飲むの？やめとけって。何やってんの？出たよ、グレ切れてないわ。いや、ちょっと待てよ。そこをズーム。こいつ店員じゃねえかよ。首になるかも。何回も言ってますけど、こんな中途半端にアホなことをするんだったら最初っからやんなよ。最後のこれ何？ピン倒せよ。スカイトモさん、ボール投げつけろよ。怪我すんだろそれやったら。だから、ちょっと軽く上目に投げてな。じゃあ行きます。今風ないって。ああ、うわ、いやすげえ、相棒。まあでもポシャってたらもっと面白いですけどね。いや、そこじゃないだろう。でもさ、なんで友達の靴を使ったの？自分のでやれよ。使ったんじゃない？だからサンダル履いてるんだ。かわいそうなバカ。お、若いおじさんバーサス、おじいちゃんとおじさんの中間にいるおじさん。静かな喧嘩初めて見たかもしれないですね。なんかプロレスの試合でつまらなすぎてブーイングする気すら起きない感じの雰囲気ですね。何その分かりづらい例え。こんなつまんない喧嘩初めて見たかもしれないですね。カートマンとカイルの喧嘩と比較したいけど、あれは面白かったし、カートマンとカイルと違ってこいつらはいい歳をしたおじさんですからね。この人なんだ、もう終わりかよ。本の続き読むか。え、まだやるの？これ以上やったら PDR さんガチで寝ちゃうよ。え、このおじさん強くね。こちらのおじさんは本日の MVP です。他に止めに入った方々もお疲れ様です。そして二人のおじパン、理由はどうであれ公共の場でこんなことして恥ずかしくないの？もうツイッターで6500リツイート、3万いいね、
150万回以上再生されてるよ。何が原因で始まったんだろうね。いや、どうせすごいどうでもいいことなんじゃない？片方なんかお酒飲んでるっぽいし。そっか。あ、でももしかしたら席譲るつってんだろ、おじいちゃん。誰がおじいちゃんじゃ。ほら座れや。いやじゃ、お年寄りに席を譲るのがマナーだろ。だからわしはおじいちゃんじゃないと言っとるんだろ。こう見えてもわしはまだ37歳じゃぞ。わかわか。朝の南の橋で寝る水族館作った。まあ道頓堀はもう手遅れだからよくないですよね。絶対罰当たるわ私。なるほど、道頓堀に捨てたぬいぐるみは盗んだやつなんですね。てか順番逆ってなんかタランティーノの映画みたいですね。タランティーノと一緒にすんなよ。おはみん、寒すぎて帰って寝ます。犯罪を犯して自ら顔を晒すスタイル、バカッターの鏡。ということで、こういう動画がもっと見たかったらぜひ高評価お願いします。そして皆さん、バカッターをもし見かけましたらPDRの PDS までお願いします。じゃあ PDR さんパーカー絶賛発売中です。興味ある人は下のリンクから飛んでってください。買わないと逮捕しちゃうぞ。気持ち悪い。はい、皆さんぜひチャンネル登録とベルボタンを一回クリックして PDR さんの動画の通知をたまらにもらいましょう。いやー、バカッターの皆さん、今年もお疲れ様でした。来年もよろしくお願いします。前回の動画と一昨日ゴミ箱チャンネルでも動画出したんで、ぜひぜひそれをチェックしてください。では。